さあ、行きましょうか。さあ、お相手は、新ビジュアル、マジントア&ピン。いやー、ダサい。本当に、ピンがダサい。ホット玉衝突バトルみたいな、なんかあるでしょ。あー、やべえやべえ。なんもない。なんもないんかい。低減効果ダウンが乗っかるんだったら、これやられた。だー、3万。きた、これ。きた、これ。きたー。敵が乱化さ、さすがにないでしょ。あー、きた、ようやく勝った。ようやく勝った。はい、とりあえず、一瞬の&フィンは撃破。で、まだいるんですよ。まだいるんだよ。ピンの50と90がいるんだよ。いや、長かった。はい、超ゴッド玉がエグいってことが分かりましたね。ということで、はい、続きいきますか。さあ、それではやってまいりました。こちらですよ。ついに来たかと。いやいや、喋るんかい。暗黒ゴジータですね。はい、フィンではなく暗黒ゴジータ。 HP が5万。はい、ついに退治しました。さらにこちらチーム、こっちにもね、ゴジータがちゃんといますよと。いやー、最後はゴジータでぜひぶっ飛ばしたいですね、こいつ。さあ、超ユニット技封印、カードアクションアビリティの発動を封印と。はい、実はこれね、前のボってちょっとリサーチ済みなんですよ。で、そのカードアクション自体が全部封印されるんで、まあ、もちろんね、フリーズ、カウンターラッシュ、龍拳、スーパーエナジー、あ、スーパーエナジーは使えるわ。あとはカードアクションだからロックオンか、まあ、ここら辺が無効化されるっていう。まずワンキルは狙えなと、狙えないなと思って、まあ、ターブル5テンクスのね、まあ、昔ならではのデッキで挑みます。はい、まあ昔もこうやってね、ゴッドボス倒しちゃうんで、まあまあ同じようにやれば多分勝てるでしょう。いやー、やだわ、だいぶキモいな。とりあえず一回受けてみましょうか。はい、こいつの必殺技が見たいんで一回受けます。圧倒的なスピード、あー懐かしいね。ってことはチャージは4段階アップ。はい、ターブルですら最速と。ただチャージは弱い。はい、敵のチャージだいぶ弱いっす。待て待て待て、なんだこれ。ここから先知らないよ。手に負えない。うわー、なんじゃそりゃ。いや、ワンパン系かこいつ。うーらんかつまなし。ワンパン系か、なるほどね。それだけ分かればいいや。はい、それでは2戦目やっていきましょうか。いやー、かっこよくはないね。何度見てもかっこよくはない。なんとかチケット使うのもったいなかったんでやめます。はい、やっぱあれだ、カードアクションアビリティしか投入されないっぽいんで、まあ、スーパーエナジーとかは使えるんですね。そしたらあれなんじゃないかな、これスーパーエナジー軽減効果ダウンにぶち込めばワンチャンあるんじゃないかな。まあいいや、とりあえず2ラウンド目行ってから考えましょう。2ラウンド以降の動きがまだわからないので。はい、まあまあとりあえずは、あれ待って、クロスとアップした。あ、こいつパワー2番ないんだ。あーだよね、だって99999の固定ダメージだから。そっか、パワーないんだ。じゃあクロスといらないね。あ、今気がつきました。じゃあフロストをあれにします。ベジットゼロのスーパーサイジン3にして、タッチアクションアビリティが通用するのかを聞き、検証します。さあ、最速押せないと意味ないんだね、これは。あー、ギリギリ。はいはいはい、これは、あー、そうなの、マジだから最初弱いんだ。で、1回じゃないよな、2回目。マジか、やばい。どんどんチャージ強くなんだ。これで3連撃だったらやばいな。見てなかった。2回だったらこれで終わり。あー、ギリギリ。あー、緊張した。はい、ギリギリで、あー、勝ちましたね。さあ、これで終わり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 。頼む頼む、もう来るな、もう来るな。
まあまだ来るんかい。三連撃ですね。でさらにチャージが強くなるっていう、やばいな。結構面白いミッションですね。そこでパーフェクトはダメじゃない？あ、分かった分かった。それであれか、お助けチケットがあんだ。あーなるほどね、理解した。まあとりあえずもう一回、あー来た来た来た、はい、テイク3行かずに済みましたね。あーだからお助けチケットでミラクル率があんなに上がるんですね。あーなるほどなるほど、ちゃんと考えられてんだ。さあこれで勝機が出てきたんじゃないですかね。そうだよ、こっちにはランカスという名のね秘密兵器があるんだよ。でこれでチャージが4段階配置されるから次のラウンドもみんな最速っていうね。はい、これができなきゃまあ話にならないっていう。さあ次のラウンドは車輪が発動できます。あ、そっかそっかそっか、さらにチャージ強くなんだ。いや難しいなこれ。まあとりあえずボット玉でミラクル上がるかどうかわかんないけど、おじいたいに持たせますか。バトルアプリは一応 念のため7000でもいいんだけど、ミラクル率アップがないんですよね、うん、まあ7000で多分ターブル5点来てたから先行は余裕で取れるんですけど、まあ1ラウンドであのダメージなんで、まあ、2ラウンドでね戦闘力カンストとかあるかもしんないから一応これ使います。はい、さあ来ました、全力全開で行きましょう。さあここからはさっきと同じ、ガード1からのグロリーでガードマイナス5000、絶好があってもなくてもダメージはおそらく通る。で軽減もおそらくダウンするので、はい、ダメージは通るんじゃないかな。チャージさえ押せればなんとかなると思う。さあ行きましょう。パワーは十分、三連撃で1万5000上がってるから火力は全然出ると。ただ敵のチャージが4段階強くなってるんでそれが気になるね。さあ行こう。よし、まずは1回目。あ、そうでもないね、ゴッドボスのチャージの強さではない、超ボスぐらいだ。まだ超ボス、手に負えないジャーク。こいつが次のダウンのシクレになったらちょっとやだな。あーちょっとガード化してほしくないな。はい、12000。あーこれ当てれば、これ当てれば倒せる。行こう。なぜかめっちゃチャージ遅いなぜかめっちゃチャージ遅い。あ、敵の気力がなくなってるから圧倒的なスピードは発動してないんだ。あーなるほどね。さあ行ったでしょ。はい、意外と弱かった意外と弱かった。おーかっこいい。はい、無事に KO ということで、めちゃくちゃ弱かったねいやまあ1回やられたけど、あれ3回防げばいいんでしょ。だからシャンパと機械とか使えば、うん、ミラクル上げて、まあ、お助けチケットもあるし、あんまり強くない、これの前の方がきつかった。はい、とりあえずテイクワンでいけたし、ブシータでとどめさせたので、まあ満足かな。はい、いやとりあえず本命のストーリー見ていきましょうか。あ、まだ倒せてないんだ。やば、強くなって嫌がるなるほどね、まだ勝てないんだ。じゃあこいつまた次の段のゴッドボスになるっすね。はい、あー倒せないということで、まあ、真相は
ちょっとまだ明らかにならずと。まあそうっすね、今のところは、うん、まあ吸収されたまんまと。で、何か意図があるわけでもないかもしれない。だいぶちょっと残念な結果に終わってしまったんですが、まあユニバースミッション8年続くということなんで、まあゴジータがね、ちょっと吸収解除されるまで待ちましょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。